アイドルグループ、乃木坂46の山下美月さんが誕生日の2023年7月26日に配信したインスタライブ中、下着見たい、などとするコメントが複数寄せられた。山下さんがコメントを読み上げるシーンがツイッター、兼、X で拡散され、批判を呼んでいる、来ないでください。誕生日に際し、インスタライブを行った山下さん。自身に寄せられたコメントなどを読み上げ、返答を行った、家に行けますか、とのコメントには、来ないでください。下着見たい、だって、とするコメントを読み上げると、口元に手を当てて笑いながら、見せるわけないだろう。想像してください、と話した、結婚してください、には、そうですね、そういう未来もあるかもしれないからね。婚姻届、半分だけ書いといてください、と笑顔を浮かべた。靴下見せて、とのリクエストには、足を画面に向け、今日はなんと、デデン、履いておりません。私としたことが今日はサンダルスタイルで、とした。正直ドン引き、山下さんがセクハラめいた質問に対応するシーンを切り抜いた動画がツイッターで拡散されると、質問者への批判が相次いでいる、非常識にも程がある本人は取り繕ってるけど間違いなく不快に思ってるだろうしこれを神対応って生やし立てるのは違う、よくそんなこと聞けるよな。モラル皆無やん。ネタでもダメだよこんなん。質問にも限度っていうものがある。これがファンさ神とか言ってるやつは論外。アイドル押すのやめろ、おいおいこういうのってリアルなアイドルの院内で言われることってあるんだ。冗談で言ったとしても正直ドン引きだよなー。